はい、皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。あのですね、明日から立花実さんがゲストで来てくれるんですよ、うちに、はい、で、まあホテルを取ったんですよ。あのすごい安いホテルがあるからそこを取ったらいいよって言われたんで、あ、じゃあね、あの実さんちのね、うちの寮でもう部屋がなくて台所で寝かすしかなくて、それはちょっとゲストさんやから失礼やなと思って、でね、ホテル取ったんですけど、ホテルにさっきミロル座長が荷物、ミロル座長が荷物置きに行ったんですよ。で帰ってきたなと思ったら、大輝、あのこれお前のベッドで寝かしてくれって言うんですよね。で、え、ホテル取ってるじゃないですか。いや怖えって言うから、そんなわけない、お化け出るんですよ。いやもうお化けとかいう次元じゃねえ、怖えみたいな、気味悪い、そんなんないからっつって何しろ言ってることダサいじゃないですか。だって一人で寝れないんやから、もう40越したおっさんが一人で寝れんからだから、そんなにじゃ怖いやったら、お前そんなダサいって言われて、一回見に来いやって言われたら、とりあえず今出てきたんですよ、寮で。まぁ、ちょっと今日のゲストさんなんですけど、立花実さんです。お疲れ様です。ほんまにダサい。でも、それはダサいよな。ダサい、だって週で寝ないのは、大輝お前のベッドで寝かしてくれよ、ダサい。いや、でも42やん42やん、42やん、7月きな、42やん。ダサい、それはな。いやでもな、ちょっとまず一回大げさにやるよ。いやじゃあ一回見てもらっていい？いや雰囲気が怖いってこと？いやあの雰囲気とか、お化けが出るってこと？多分出るわ。あそこは出ると思う。それも出る前にまずちょっと一回見てほしいのが部屋の鍵。部屋の鍵？うん。ホテル？いやだってビジネスホテルです。ビジネスホテル。ビジネスホテル鍵ってあれでしょ、大体こういうあのとかカードキーとか、ああ鍵は違う、そばの鍵これです。倉庫の鍵ですよね。で、これこの倉庫じゃあ俺の今日のホテルの寝る鍵ですね。ホテルの、はい、鍵です。寒すぎてちょっと震えてるじゃないですか。いやもう寒さと怖さでちょっと震えてる。場所は分かってます。あ、じゃあちょっと案内していいですかね。じゃあちょっと行きますか。とりあえず今さら出てきたんで、ちょっと近いですか。近い。この踏切で渡ってここに。あ、いいですね、雰囲気。そうそう、ビジネスホテルですね。あ、なんかこうイメージはどんな感じをイメージしてたんですか。東横イン。あ、東横イン。東横イン。めちゃめちゃいいよ。さあ、まあ、ヒルトンとか。めちゃめちゃいいよ。え、でビビってるから。ダサいわ、それは。いや、え、そうや。それはダサい。なんでビジネスそ、これはそこの鍵です。これ、じゃこれ部屋の鍵。そうです。そうです。大体、あの鍵ありますか？ある。飲食店です。いや、ここなんや。これ飲食店です。いや、ここや。これスナックです。いや、これ酔っ払ってないって。いや、これスナックです。酔っ払ってない。3階。これ3階ですか。ちょっと名前ちょっと伏せますね。ちょっとあの、そうですね。ここちょっとモザイクです。はい。階段。エレベーター。すごいな、この。誰がここで立ち寄るんですか。でもなんか鳥居とかあったら怖いよね。で、エレベーターはないの？ないよ。階段よ。3階まで。きつい。え階段ですね。うん、普通に階段。倉庫の鍵いらないですよ。部屋の鍵。OK、行こう。ちょっと。でも部屋の鍵で、うん、あ、こんなんいけるやろと思ったら、うん、ちょっと部屋で。
うん、あ、分かった。それはもう大の判断に、いや大のベッドやけ、うん、大のベッドを借りようって言ってるから、うん、そこは大の判断に任せる、うん、いや、3階よ。そこ立ち入り禁止よりも。ここ2階よ。ここ2階。あっちなんか誰か歌ってるし。スナック。これちょっと見て。すごい嘘でしょ。え？事故物件も。開けたいですよ。手に入れるセキュリティがしっかりしてセキュリティこれセキュリティがやばセキュリティがやばマジ怖いえ、お風呂お風呂ここお風呂ここだよ、お風呂従業員さんのとこ入ってもらった あっちやね、フロントあっちやね従業員の廊下っぽくない病院の廊下っちゅうかこうあれやね、従業員のと従業員しか通ったり関係ないね、これ従業員ですフロントあっちやね、あっちやね、うん、閉めたな閉めたなで、今開けたら閉まった閉まった分かんないけどお部屋ね、お部屋ねお部屋で、また来るんですかお分かりいただけただろうかベッドで寝てください。ちょ一緒に寝ていい？はい、もうぜひ僕のベッド開けとくんでいい。僕のベッドで寝てください。いい。もうこんなダメです。寝たらちょっと寝つき。寝つき。もうぜひベッドで寝てください。お分かりいただけただろうか。知ってるな。怖い。知ってるな。怖い本当に怖いぜひベッドではいぜひベッドで寝ましょうじゃあ皆さん荷物を置いてるんで荷物取って帰りましょうかはい行きましょう本当帰ろうルームツアールームツアーお願いします行ってください246番寝ろじゃあ引き込もう246番寝ろダイソーになってきた使い棒使い棒もダイソーになってきたすぐダイソーちょ、こんなんなかったしえ、待って、一人よね一人6人行けるとかどうするこれ一人寝てたらやばくないめっちゃ人寝
夜中そんなんなかったのん？これそんなんなかったのさっき荷物置いた時寝るぞみんなちょっと一回寝てみて枕投げするん一回寝てみてそれは潔癖症だから無理それは潔癖症だから無理ごめんなさい一回寝てみて無理いや潔癖症だって白のシーツも引いてないんだよ無理ああ引っかかってるよトロフキお客さんにトロフキってやりまうかな化粧落とすやつっていうかなトロフキって願うからですよ役者用語言ってこれさ見ていいよ回しじゃねえマジでこれ新しくないよな油みたいな匂いするなあえさ歯ブラシこのドライブもついてるしいいホテルだと思いますじゃあ明日お願いしますお願いしますこれ何のこれ何のゴムです、はい、除菌シートすごいはしごついてるじゃんあ俺のペットの名前わかった、うん、ユリ幼稚園もう旅館ですここ、うん、ここ旅館ですクローバー最高だここ旅館ですわはいユリの間ですここはここが京都マリーナライブユリの間でございますお客様ですがサービスキャンセルできないのでお客様当日キャンセルできないので今日ここでお泊まりになれるということで何か閉めた閉めてないです見て開いてましたよ開けて誰が閉めた誰閉めました閉めました閉めてない勝手に閉めましたオートロックですかオートロック一回精神式ちょっと取ってもらって3回経って消えてますもんね細長すごすごいやすごかったね肩が重いもんねはいなんか鍵が勝手に縛るのでちょっと危ないですはいしかもめちゃめちゃ見える人なんですよお化けこの人、はい、普通にこう歩いてたらお化けにバーって振られてぶっ倒れるぐらいの霊感の持ち主だから確実に今霊を引き寄せましたこの方はじゃあ明日だって俺今こっちの頭痛いもん某劇場にそれを引っ張ったまま行きます、はい明日お祓いして楽屋入りしてくださいお祓いをしに行って楽屋入りしてくださいマクドナルドに行って帰る、うん、マクドじゃ何も払えん腹が満たされるだけ、はい
何も塩ないもんあれやるからね、はい、左の頭が今意外、とりあえずで、まあ、とりあえずゲストさんに明日部屋で、まあ、なんかね、あの無所みたいな部屋を貸してしまって貸してしまって ゆりの間、はい、ゆりの間、名前はね、あの旅館っぽくてよかったんですけど、でまあ、結果すいませんでしたということで、今日は僕のベッドで寝ます。おやすみなさい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 。怖い。